株式会社の平田です。取引先の会社さんでですね、シープラができる人がちょっと余ってるっていうところがありました。秋葉原の会社さんなので、ちょっとご興味がある方はまずお知らせください。業界発展のためにもご紹介をさせていただきます。